こんにちは、カシノヤのひびき肉です。今回は Amazon Fire TV スティックを車で使うときにおすすめのアプリ3選ということでご紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。まず一つ目のアプリはこちら、シルクブラウザーです。皆さん Amazon Fire TV スティックってどっちかというとこうコンテンツを見るためのものっていう認識の方が多分多いと思うんですけど、実はこれブラウザーアプリもちゃんと完備してるんですよね。なんで Fire TV スティックを使いながら、まあ、ちょっとした検索なんかにも全然対応できますし、最近で言うと、まあ、オンラインライブなんかは結構ブラウザ上で見ないといけないものも出てきているので、そういったものにも Amazon Fire TV スティック上でこう対応できるっていうのがポイントですね。それではちょっとシルクブラウザ使ってカシムラのホームページを検索してみたいと思います。カシムラ、これで検索、はい、これで一番上のやつがうちのホームページですね。カシムラのホームページに、ちょっとこれカーソルがなかなか合わないですね。はい、タップして、はい、それでホームページが出てきました。はい、ということで検索できましたというところなんですけども、今ちょっといじっていて思ったのが、やっぱりカーソル動かしたりだったりとか文字選択なんかが普段やっぱ使い慣れないものなだけにちょっとやりにくいなっていう感じだったんですよね。そういう時におすすめなのが2つ目のアプリ、 Fire TV アプリです。このアプリどういったものなのかっていうと、こちらのアプリをダウンロードして設定を行うと、先ほどのこのリモコンの操作をスマホ上で行うことができるようになるというアプリになります。まあ、やっぱ普段使い慣れてるスマホの方が断然操作はしやすいですよねっていうところで、どれだけ使いやすいかとか、あの設定どんなぐらいかかるのかとか、ちょっとやってみていきたいと思います。それではアプリを開いていきます。はい、アプリを開くとこんな感じで、Fire TV スティックの表示が出てきますんで、こちらをタップして、さあ果たしてどれぐらい使う、おっと、これで、Fire TV スティック上に、パスワードが出てきたので、これを入れて、はい、これで設定は完了ですね。それでは実際にこの検索をやってみたいと思います。で、先ほど苦戦した文字入力のところなんですけど、こちらはアプリ右上のアイコン、ここにキーボードのアイコンがありますんで、タップするとこんな感じでいつものスマホの入力画面になりますので、いつもみたいな形で文字打ちができます。はい、こんな感じで普段通りの文字入力ができるので、すごいやりやすくなってますね。しかもこの場合進むは、こちらの真ん中下のタップすると、はい、検索ができましたと。やっぱり文字入力の楽さはすごい際立ちますね。めちゃくちゃやりやすいです。こちらのキーボードアイコンの隣をタップすると、このように Fire TV スティック内にあるアプリがバーッと一覧で出てきます。なのでアプリの起動もこの画面で簡単にできるので、ものすごくやりやすいですね。はい、ということで3つ目のおすすめアプリは、先ほどのアプリ選択画面の中にあるこちらですね、チューンインラジオ、こちらになります。これあのラジオアプリなんで、例えば走行中の地域以外のチャンネルなんかも聞けたりするし、あとは海外のチャンネルも結構入ってるみたいなんで、幅広くラジオ聞きたい方におすすめですね。で、最近は特に作業しながら聞くだとか、結構そういった形でラジオを聞くケースって増えてきていて、まあ、結構流行ってきてるみたいなので、特にやっぱり車を運転中にラジオを聞きたい方っていうのは多いと思うので、
気になった方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。それではちょっとアプリの中見ていきたいと思います。チューンラジオを開いて、はい、ホーム画面はこんな感じになっていて、ちょっとどんな種類があるのか見ていきたいなと思うんですけども、例えばこう地域別の検索なんかをしてみると、地域のラジオが聞けて、じゃあちょっと日本を検索してみます。すると、はい、こんな感じで、まあ、いろいろとチャンネル入ってますんで、皆さんもよく聞くチャンネルがあるんじゃないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回は Amazon Fire TV Stick を車で使うときにおすすめのアプリ3選ということでご紹介させていただきました。車で使うという意味で便利なアプリもいろいろあるんだなってことを知ってもらえたかななんて思います。気になった方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。この動画いいじゃんって思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。